どうもこんにちは、なっちでございます。魔法石20個ありがとうございます。ガチャがねっていうガチャ6個並んでるのもあるんだけど、ちょっと今日はその前にスーパーゴッドベースでどっちか引きたい。サフィーラか、アウストラリスじゃなくて、なんだこいつ、アルトリウス、なんか恐竜にいそうな名前ですけど、どっちか引いて魔法石ショップで、なんだこのピンク、毒々しいな、なんかこの O シリーズのメダルを買って、これ買った方がいいか、先これ買うわ。これ買ってどっちか引ければメダルで交換して、その O シリーズパーティーってのできるんでね、ちょっと今日はその企画の投資です投資って言い方よくないけど、その企画を取るためのやりましょう、頑張りましょう。恐竜さんはなんかそんな評判がね、今いい感じではないらしいんだけど、サフィーラは少なくとも強いと聞いてるんで、あ、グランディスもいるんだ、マジで全員王いるんだ。 OK です、行きましょう。で、今回からね、玉金が出るんですよ。玉金が出んの。玉金が転生系なんだよね、普通のあの星5の神の進化だから、個人的にはアルテミスは玉金ちょっと今の発言は訂正させてくだ、はい、終わりまーす終わりまーす、動画終わりまーす。メダルもらいまーす、交換しまーす。どこでできるんですか、はい、交換しまーす、ありがとうございます。いやー、お安く済みましたね。2回です。2回、素晴らしい。ちょっとウルトラマンもね、まだ引き切ってないんで、で、バレンタインもあるんで、魔法石に残ったのは、よしとしましょう。じゃ、バレンタイン引いていいじゃん。バレンタインガチャ引いてみたなんていう、そんな個別の動画多分撮らないんで。まあ、その、金玉の、あともう一回引くわ。虹メダル的にもう一回引くわ。アルテミスは、王2連発？アルテミスはその、転生の枠にいるんで、まあ、超転生で出るガチャもね、もちろん、たまにはあると思うんですけど、アルテミスが欲しい、僕としては金が出た方が盛り上がるみたいな。おい、ダイヤフェスゲンかもしれんやんっていうね。そうなるぐらいだったら、金でさ、アルテミスの可能性がある方が嬉しいみたいな。ちょっと、珍しいユーザーなんで。ちょっといいよ、ガチャいいかもしれんよ、今日やっちゃおうぜ。ダイヤ、カラットちゃん、カラットちゃんさ、なんか強くなったんでしょ、エンハンス。仮面ライダーわら超えたんでしょ。わらとか言うとまた怒られそうだからつうね。ウルトラセブンだっけ、あの事件以来ちょっとね怖いんでね、わらとか言うのやめときますわ。何この説明バレンタインのなんとかなんとかなんとか、名前長。あ、ポンちゃん、ポンちゃん、あ、ポンちゃん、ポンちゃんいいね、武器こうなったのかわいいね。変身前とは、変身後かやりよる。ちなみに、どうなんだ交換としては。交換はいけそうなのか、このアカウントマジでね、あの、本当にガチャを引いて育成して動画を撮るだけのアカウントなんで、他のことをほぼしないんですよ。だから、フェス源は減るわ、文法なくなるわ、もうカッツカツなんですよね。カッツカツのカッツカツなんで、やっぱ引かないといけないな。せめてその交換できる枠、ネイとかさ、その辺は引いていきたい。なんだかんだ2月になりましたけど、1月マジでパズドラ課金してない、本当に本当に課金してないよ。どうだろう、20万とかじゃないかな、20万やってるだろってね思われるかもしんないけど、そのペースで言ったら年間200万ちょいとかになっちゃいますから、僕としてはやばいですよ。それでも200万はいくんだなこのペースを保ってもね。まあでも今年はちょっとね、そのウルトラマンにさ
貴族生がいなかったってのもありますけど、全然貴族生がいたとしてもちょっとよほど性能と見た目が良くない限りはね、あの5体揃えていくやつもね、もうやんないでおこうかなって思ってるんですよね。めっちゃソニア出るやん、ナイスです。正直バカだと思ってる、ヨーダとか、あとおお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 、やるねビオランテ君、分かってるんだ君、求めてることやってくれますね。いいですよ、めっちゃ卑劣押すやん。なんだ、なんか始まる卑劣、もしかしてバレンタイン引いときゃよかったってなる、これめっちゃポンの出るし。なんでね、ちょっとね、節約していきたいってわけじゃないんだけど、後悔はしてるんだ。ヨーダとか、あんだけ引いてもやっぱ使わないしさ。ちょっとね、計画的に使っていこうっていう。本当にそれ必要ですかっていう。もう一度、今一度ね、自分に問いかけてから課金していきたいと思ってます。まあ、こんなもんですかね。とりあえず。この動画の目的は果たしてしまったので、なんかあるか？まあ、宝石ショップに。ウルトラマン、あ、ウルトラマンガチャがあるね。ウルトラマンガチャと、あ、ビーナスって奇世界枠なんだ。アンドロメダ、アルレシア、アストレア、多すぎ多すぎ。じゃ、アストレアの武器がさ、強いんすよ。とりあえずウルトラマン買うわ。アストレア武器がね、5ターン吸収無効なんですけど、最近の季節ガチャさ、プラスがついてきちゃうからさ、本枠ゲットできないんだよね。で、月末なんかアップデートがあるっていうね、話を昨日見ましたけど、頼むから1万円の課金を追加してくれ。本当に頼む。正直、あって当然だと思ってる。どっちかっていうと、やっと来たかありがとうございますじゃなくて、いやいや、それあって当然だろって思ってるんですけど、僕が間違ってますか？メール一括受け取り機能もさ、10年経ってやっと実装っすよ。待ってましたじゃないよ。なんでなかったんだだよ。逆に。そう思ってしまうんだよね、ちょっと。頼ますわ。出るんかい？買わんでよかったわ。一瞬買おうかなって思ったけど。あーでも武器的に買わないといけなさそう。あーいいですね。毒4いいですね。で、これ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 。5段ダメージ吸収無効化。これ強いでしょう。さすがに。もう一体ポロって出てきません？アストリアさん。武器分武器分。なんか偏りすごくない？レイランとカラットしか出んくない？ハクとか見てないよ。ほら、レイラン。レイラン？カリン？メイメイいきますか？メイメイなら金でも許すよ。金だよ。レイランなんですね。クシナダ。うわ、麦ドラやめろ、もう。麦ドラアンチだから。嫌いになったから、あいつのこと。悪いのは光と闇なんだけどね。超。レイランガチャ。さては。季節ガチャ渋いな、やっぱり。序盤引きが良かったとはいえ。ハクちゃん来ました。トラドシ。なんかもう一体引いて終わりたい。奇世界ですね。でも、奇世界ってことは、また毒 4？ 毒4とかさ、卑劣とかなんか、覚醒すげえ被ってんな。金枠。ウルトラマンの動画全然出してないからね。だからウルトラマンは5回引いてはせめてやんないといけないなと思ってるんですよ。そのためにも早く終わらせてほしい。どうでしょうか？無理でしょうか？ちょっと、ネイか、ソニアか、アリナか、イディアルか、アキネか。なんか引いて。ファセットとシーンどこ行った？いなくない？
いや、近率やばいて。50% ぐらいか。いけ！まあまあまあ。願ったのはこっちですし。アザゼル季節化進化な。ハロウィンとかで。アザゼルのあのエンハンスが武器になったら最強だよね。あの倍率のまま。渋い。突然渋い。うわぁ。やってらんねえ。もう着せ替えばっかやん。ばっかやんやん。ラストです。ダイヤではある。やるね。最後の最後でやるね。まあ、こっちでもね、さすがに作っておきたいですからね。これも使えそうだし、なんか。なんで木は泥鏡にしてくれんかったんやろ。まあいいけど、最近封印ないからいいけど。はい、ということで、ちょっと後半ね、それまくりましたが、王はゲットできたんで、王シリーズ動画はね、近々上がるかと思います。よろしゅう。以上、ナッチでございました。バイバイ。